はじめに
切さをいつまでも継承していかなければいけないということ。最優秀賞を受賞できたことはこの上ない光栄です。私にとってデザインや技法の限界を超え続けることは非常に重要です。新しい科学技術を活用して工芸の新たな可能性を探求しています。部分的に溶かして、エチル出身の染色アーティストでドイツのダーケンで活動しています。私の作品ハイパーリズムが奨励賞を受賞できて光栄です。皆様、大変お待たせいたしました。これより富山工芸シンポジウムを始めます。金工、木彫刻、漆芸などあらゆるジャンルにおいて質の高い工芸作家の皆様が活躍されているのが富山の魅力の一つといえます。本シンポジウムでは若手工芸作家の発掘を目的に開催された国際工芸アワード富山を振り返るとともに、富山県における工芸品の活用事例からアフターコロナを見据えた芸術文化の発信について考えていきます。それでは開会にあたり、新田八郎富山県知事よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。今ほどのウェルカム映像をご覧をいただきました。私も登場しましたが、昨年昇光寺での受賞式の映像でございました。やはり受賞者の顔を映そうとすると私の後頭部から映されることになりまして、私の弱点が今後頭部でありますけれども、ふんだんに見られてしまいました。まあ、自虐ネタはさておきですね、今日はようこそ富山工芸シンポジウムにお越しをいただきました。ありがとうございます。また基調講演をいただきます青柳正則先生をはじめ、第一部第二部のパネリストにご登壇いただく皆様も大変にお忙しい中ご協力をいただきましてありがとうございます。さて本県では50歳以下の若き工芸家を対象としました国際工芸アワードを2年間にわたり開催をしてきたところでございます。このアワードの総括として、今日はパネルディスカッション第1部では実際に参加されました審査員や受賞者の皆様に、成果や今後の取り組みについて意見交換をいただきたいと考えております。第2部の方では工芸品を積極的に取り入れた上質な空間が県内外からの来客を魅了しておられますレストランのレボ、そしてベッド&クラフトの活動を取り上げながらアフターコロナの芸術文化の発信について考えていきたいと考えます。工芸をはじめ芸術文化の多彩な魅力に触れるということは県民の皆様それぞれの真の幸せ、ウェルビーイング、このウェルビーイングというのは
のは、ただいま策定中の富山県成長戦略会議で、今後の富山県政策の柱に据えようという考え方でございます。このウェルビーイングにの向上にもつながることだと信じております。本日のこのシンポジウムが芸術文化を愛する皆様にとって実りの多いものになりますことを主催者として心から記念をいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。それでは本日はどうかよろしくお願いいたします。それでは早速基調講演に移ります。ご講演をいただきますのは、国際工芸アワード富山選考委員長で元文化庁長官の青柳正則様でございます。先に青柳様のプロフィールをご紹介いたします。青柳様は古代ローマ美術考古学を専攻、東京大学文学部教授、国立西洋美術館館長、文化庁長官などを務め、現在も東京大学名誉教授、日本学士院会員、学校法人多摩美術大学理事長、東京オリンピック・パラリンピック文化教育委員会委員長、石川県立美術館館長などを務めていらっしゃいます。また50年にわたりイタリア古代ローマ市のローマの遺跡発掘にも携わっておられます。なお西洋美術史と西洋古典考古学の分野における業績により、令和3年度文化功労者にご選出されていらっしゃいます。本日は工芸の魅力と題しご講演をいただきます。それでは青柳正則様、どうぞよろしくお願いいたします。どうも。青柳でございます。今日は工芸っていうものが、これですか。造形美術全体でどういう位置を占めているのかということを中心に、お話ししていきたいと思います。で、我が国のこう、日本のですね、美術と工芸というのは非常に密接で、その美術自体が、世界的に見れば大変工芸的です。で、一方、日本の工芸というのは、やっぱり世界から見ると大変に美術的であると。だから工芸と美術の間に、それほど大きな差があるわけではないんじゃないかということが考えられます。で、例えばこれは有名な尾崎光琳の柿つばた図ですけども、これを見たときにですね、我々日本人であれば、伊勢物語の、そして有原の成平が、京都から今の愛知の名古屋ぐらいまで旅行してきて、そして八つ橋のあたりで、京都を振り返りながら京都でお付き合いしていた女性のことを思い出す場面である。ということは、大体わかります。これだけを見て。だけど、例えば、伊勢物語全然知らない人で、例えば海外の方であればですね、ああ、これは、紫色と緑と、それから金箔で、非常にバランスのいいデザインだな、どこにでも使えるな、と思ったりし、単なるデザインと思うかもしれない。それから、ある人によれば、これは非常に工芸的な作品で、絵画的だけども工芸に近いんじゃないかな、ということを思う人がいるかもしれません。で、ですから、日本の美術というのは、あるいはデザインというのはですね、その美術が左側にあって、デザインが右側にあると、この途中のところでどこにでも、こう、例えば我々その伊勢物語知ってたら今の光琳の柿つばたはこの辺にあると思うし、それから全く知らない人はこの辺にその位置するのかもしれないというふうに考えることができるわけですね。
で、例えばこれもその同じ光琳が衣装したマキエラ殿のあの硯箱ですけれども、やっぱりこれも工芸品と見ることもできるし、それから類まれな美術品として、見ることもできる。おそらく美術品として見る人はここに今申し上げたような有原就平の物語を思い出しながら、その深い物語性があるということで美術品として見る。で、それをあんまり思い出さない人は、ああ素晴らしい蒔絵の螺鈿の工芸品だというふうに見ることもできるという、そういうところがあります。で、ですから今美術とデザインの間にも連続したものがあると同時に、その工芸と美術の間にもいかようにでもつながりがあるんだと。決してもう工芸は工芸、美術は美術、デザインはデザインというふうに分かれているわけじゃないということですね。で、ですからそれをもうちょっと端的にすると、美術があって、そして工芸があって、デザインがあると、デザインでも工芸的なものもあるし、それから工芸でも美術的なものがあるし、という、こういうそのシームレスな関係に全体があるということをまず頭に描いておいていただきたいと思います。我々はつい理解するために簡単にデザインはデザイン、工芸は工芸、美術は美術というふうに考えるけど、実は決してそうじゃないんだということです。で、例えば古典的な、まあ古典的っていうのは18世、19世紀の半ば頃までですけれども、の美術を見ると、美術は何かって言ったら創造性と、それからその何を描こうとしているのかっていう主題と、それからそれを描き出す技術ですね。この三つがバランスよく取れているのを古典的な美術と言います。そしてそれを鑑賞者がいろいろ。だから完璧にこの三つを理解する人もいるし、この周りでぼんやりと理解する人もいる。で、例えばですね、古典美術の一つの典型と言われているこのベラスケスが描いた宮中の女性の侍従たち、ラスメニダースという絵があります。で、これはですね、まあここにベラスケスがいて、こちらが画面の外手前に、王様二人がお妃と一緒に並んで、それがこのガラスっていうか鏡に映ってるわけですけれども、それを王女の彼女がこう眺めているという段階で、ところがこれを見るとですね、1番はマルゲリタ・テレーザであり、それから2番がバラスコでありっていうふうに、一人一人をきちっと名前をつけることができるわけです。ですからこのベラスケスが描いたラスメニナースという絵の場合には、一人一人を全部特定できるし、それから何を描いているのか、宮中のどの部屋なのか、どういうシチュエーションなのか、全部わかります。つまり画家が伝えたい情報はこの絵の中に全てあるわけです。ですからちょうど散文で、小学生の作文を読む通りにですね、今日はいつか分かりますね、お父さんと誰と遊園地に、友達2人と行きました。で、そういう作文の情報が全部絵の中にあるわけです。だからそういう意味で非常に散文的なんです。で、これ以上もこれ以下でもない、そういう作品です。ですから、創造性があって、創造性っていうのはベラスケスが画面の外にいる王様とそのお妃を描いている。だけどそれが鏡に映ってるっていうような創造性があります。立体性の。そして主題は宮中のそういう非常にアンチームなですね、親近感のある王室一族を描いていると。で、それをベラスケスは大変優れたビロードの肌だろうが、絹の表面だろうが描き分けるだけの技術を持ってる。で、それによって今の絵が成立しているわけです。で、王様たちや宮中の人は絵を今申し上げたように 100% 読み取ることができる。だけどもその周囲のお金持ちの人はまあまあ分かるかもしれないけど 100% 分かるわけではないと。そして、庶民たちはですね、今の絵を見て、むしろなんて贅沢なことをしてるんだっていう、反感を持ったりもするという、それが、ヨーロッパの
いわゆる古典的な絵です、あの美術です。でところがですね、19世紀の中頃からいわゆる印象派という私たちにとって一番、親しみのある美術が生まれてきます。そうするとこれはそのいわゆる印象派の始まりを示したというモネのそのアンプレッションというあの印象というあれですけど、なんかぼんやりしていてあんまり何が書いてるのか分かんない。おそらく港であろう、それから船がある、それから夜明けなので、太陽が昇り始めてる、ぼんやりしてます。一体作家が何を描こうとしてるのか分かんない。おそらく風景、それから朝焼けの美しいあの太陽の昇るところ、それがもやにあって、いろいろ光も綺麗であるというようなことで、あのラスメニナース宮中の女官たちに比べるとはるかにぼんやりしています。でそれをその図示するとですね、今言ったようにぼんやりを飛ばしているけど非常にユニークです。で主題はまあ風景ということで、まあまあだけど質に比べるとですね、ベラスケスなんかは絹とビロードとあるいは綿織物とあの描き分ける力があって、なのにこの今見たこの絵だとですね、刷毛のあるいはブラシのあるいは筆の跡まで残ってるんで非常に乱暴なんです。こんなことは1850年までは許されなかったことだけど、その乱暴さを残してでもこの外光のその朝焼けの光の中にもわーっと浮かび上がったあの港の一角の風景を描き出すことが重要であるということで、技術はもう犠牲しちゃってるんですね。でそうであるがゆえに今の絵を見ると創造性は非常に豊かである。だけど主題はまあまあで、質はもうどんどん落ちてしまっている。で鑑賞者はそのモネが描いたもの全体を分かる人もいるけれども、勝手に今の絵を見て、解釈もできるようになってしまっていると、そういう時代に1850年ぐらいから変わっていきます。で例えばだけど1800これは1931年に戦前ですけど、小林古径が描いた日本画の美人画の典型ですけれども、古径っていうのは大変にデッサンのうまい人で、あのヨーロッパの人も驚くぐらいですけれども、その代表作の一つであるこの紙を描いたこの中には、若い女性がお付きの女性に、女中さんかなんかに紙をあの解いてもらっているという非常に情報の少ないだけども静かで、そしてあのこのラフという姿ではあるけれども、非常に清潔感のあるですね空間を描き出している。だから情報量は少ないけれども、そこに静謐なあの空間をきちっと描き出している。でしかもあの技術的にもですね、大変素晴らしいこの線のあれとか、それから岩絵の具で描き出したこの色彩の純粋さとかというところは、他の海外の あの絵には見られない良さが一方ではあります。ですからこれを今見たら創造性はまあ大したことない。で主題もあの若い女性の髪を解くという意味で、まあ日常のどうしてもない。だけどこの絵の質ですね、技術、筆の使い方、色の岩絵の具の使い方というものは大変なものがある。でそれを我々あの日本人は日本画として大変たっとんで、こういう感じ関係になっている。でところがもっとあれすると、世界的に考えると創造性はほとんどないんじゃないか、それから主題も小さいんじゃないか、だけども質は非常に高い。これが日本の美術の今コンテンポラリーまで通じるですね、あの特徴です。ですからあのしかしよく考えてるとですね、クリエイティビティ、創造性は何かというと、他の人が誰もやってないことをやることが創造性なんですね。でそうすると新しいものを作る、誰も気づかなかったものをやるということの一方で、こういう絵の絵画のですね特徴が、創造性は小さい、主題もそれほど主張することはない、だけどクオリティは高いという、こういう特質を持ってるんです日本の美術は。
だから世界的に見ると非常に誰もやってない、他の国の人はやってないという意味でクリエイティビティがあるということです。でこのことはおそらくね、あと10年20年すると世界中の人は気づくと思います。それが今の日本の美術です。でそういうものと考えるとですね、例えばそのさっき言った印象派の世界で最も人気のある美術の分野では創造性は非常に大きい、で主題もまあまあである、だけど質は大したことない。でところが工芸はですね、創造性はまあまあか少し小さい、主題もそれほど寡黙ですからね、何なんかを主張するってことはほとんどない。だけどこの質は非常に高いんです。そういう特徴を世界的に持っている造形分野が日本の工芸であるということが言えるかと思います。ですから普通さっきも申し上げたように創造性とそれから主題とそれから技術というものがあるけれども、工芸の場合には創造性と用の美とがバランスが取れているわけではなくてですね、非常に大きな鑑賞者がいて、そしてこの創造性が大きくなった場合にはその美術の方に近づいていくと、そして技術がさらに小さくなっていくと印象派のようなものになっていくから、もう想像力を大きくせざるを得ないんですね。でそして失礼しました、そして工芸の場合には常に何かに活用できるということでのそのミッションがある。でこれが美術、純粋美術の中での主題に相当するものではないかというふうに私は考えています。ですから今までたくさんの工芸作家が出てきました。で前の世代ですけれども、こういう陶器でですね、紙袋みたいなものを作るというような大変斬新なものをやりながら、一方では醤油差しで、漏れないような素晴らしいベストセラーを出した小松さんであるとか、あるいはこの今でも活躍している深見さんのこの青磁のシャープなですね、金属器のような感じのもの、大変海外でも人気があります。それから工芸を課題として考えるためには何を作るのか、市場をどうするのか、いろいろな課題があるんですけれども、その中でいろいろな作家がですね、今言ったような技術を大切にする、素材を大切にする、そして控えめに自分の言いたいことを主張するというような形の伝統が日本の中にはしっかり残っていて、でこういう前の世代の一世代前の方たちの大変な努力というものが今につながれてて、そしてこのアンダーフィフティの富山の50代以下の若い作家たちに今でも脈々と継承されているということです。で神様のように言われる松田権六さんも大変なこの北陸で修行をして、そしてこのような世界的に評価される漆芸の世界を組み上げていったということですね。でまあ、さまざまな人がいますけれども、で今ですね、こういうようなオブジェのようなものまで工芸作家が作るようになってきています。ですから工芸もさっき申し上げたように美術と工芸とデザインがあると、三角形を見たらいろいろな形で展開ができる。だけども今重要なことはですね、世界的に認められている価値というのはそのサステナビリティ、持続可能であるかどうか、それから多様性であるかが維持されているか、それからレジリエンスといってしなやかな強さを維持しているかどうか、この3つですけれども、この3つを考えたときにですね、そのサステナビリティという意味では工芸はもう圧倒的に世界の造形美術の中でサステナビリティを持ってます。それからいろいろなものが機械工作であったりいろいろなってるけど、今でも中心には手技というものが残ってるっていう意味で、作り方のダイバーシティの一つをですね、日本の工芸は今でもしっかり持ってます。
それからレジリエンス、しなやかな強さ、どういう状況でもその時代が変わってもその負けない、生き残る、あるいはしたたかにサバイバルしていくというような意味でも工芸は非常に強さを持っています。ですからそういう意味では世界がどこでも今も認めている価値観の3つをですね、工芸自体が今でも維持しているということです。で、そういう中で逆転にとって、この奥山さんってフェラーリをデザインした日本のデザイナーですが、それが南部の鉄瓶をどうにかしてくれって言われた時にこういうものをやって、フランスなんかではもう6ヶ月、購入するのに待たざるを得ないぐらいの人気者になったりするというようなもの。それから今どんどん新しい若い工芸家が素晴らしいものを作り出してます。で、そういう中でですね、この我々が言ってる金星が取れて、金星っていうのは今言ったようにサステナビリティとか多様性とかそういうものをきちっと持ってること、それから自己完結型であると、それからとことんその技術や材質やあるいはその作品としての完成度っていうのを追い求めている。だけどもさっき前に言ったようにベラスケスのような西洋の絵画のような全てを言葉で発信するようなことはなくて、意外に寡黙であるということです。で、こういうものがですね、必ずこれから世界的に私は注目されていくと思います。というのは他に類例がないからです。ですからここに書いたように持続的な可能性やしなやかさ、多様性を持って、それでですから自然の共生があるし生態系だし循環系だから、ですからこれからアフターコロナで世界が求めていかなければいけない価値観というものを工芸が全て体現しているということです。ですから最後に申し上げたいのは、よく日本はですね、赤赤霊の国だと言われています。で、この赤赤霊の国とは何かっていうと、赤が安全で、それで赤が確実で、背が清潔で、木が規律で、そして霊が礼節です。で、この考え方っていうか価値観を形にしたものってすぐに思い出すのは何かって言ったら、やっぱり工芸です。ですから工芸っていうのはある意味で赤赤霊を象徴している造形表現だということが言えます。ですからこれからも工芸っていうのはどんどん注目されていくことになるだろうし、そのためには我々が周りにいるものがもっともっと努力をしなくちゃいけないと思っています。で、ただしですね、これが最近1974年からの棒グラフのところが工芸に携わっている方々です。それから折れ線グラフが生産額です。で、これを見ると生産額も携わっている方々もだんだん減ってきている。だけどまだ2012年というか今現在もそうですけど、5万人ぐらいの工芸に携わっている方が日本全体でいらっしゃいます。ですからこういう方々の5万人程度の数を守りながら、このオレンジ色の棒線グラフを少し上に上げていくと、これからもその工芸というものが人々に愛されながら、そして世界から再度注目されて、そしておそらくはもっともっと大きな人気が出ていくのではないかと考えております。どうもありがとうございました。大変貴重なお話、本当にありがとうございました。